久保さん。いやー、麻雀で何をしのぐと。ね。今では考えられないですね。はい。まあ、ということで、まあ、今回はですね。うん。まあ、その目的と手段をまたちょっと掘り下げてお話ししたいなと思うんですけど。あのー、まあ、久保さんからね、住宅ローンの話がありましたけど、 うーんまあ、コンビニで働いてて住宅ローンを返すのは難しいですよね。うん、で、まあ、ほとんどの人が、その、これね、レベゼン地球さんっていう人がね、あの、なんか、結構バズってる動画あるんですよ。なんか、ガチで話してるやつですね、うん。なんか、今までいっぱいいろんな失敗してきて、いろんな借金やってどうのこうのみたいな。で、その中だったかな。 なんかあの、みんな頑張って走り寄るけれども、走り寄るけれども、あの、確かにね、頑張って走ってるのいいんだけど、いや、そんなバイク乗っちゃえば、ウィーンって早いや、みたいな。たももあのじゃあ先にね、例えば、じゃ頑張ってね、自力で走ってね、じゃあ一週間、一週間スタートが遅かったとします。一週間スタートが遅かったとしてもね、あの、 うその A さんはね、一生懸命走ってるわけですよ。でも一週間早いんで、早くスタート切ってるから、ブーン、あ、ブーン、あの、なんだ、あの、何十キロも走ってるわけですよ。もしくは何百キロね。だけど、B さんは、あの、なんだ、頑張ってスクーターを手に入れたんですよ。<laughs> ブイーン <laughs>。ブイーン <laughs>。<イー> <laughs> 多分、すぐ抜けますよね。<laughs> どうすか。スクーターに勝てます <laughs> ま、あの、世界選手権に出てる、オリンピックで金メダル取る人でも、スクーターに勝てないんじゃねえかなと思いますよ。ね何百キロ、まあ、スクーターと同じ速度、じゃあまあ、わかんないですけど、50キロ、60キロ、30キロ、40キロ、ずっと100キロ、200キロ、300キロずっと出せるかっていうと、 あの、走れるかっていうと多分無理ですよね。じゃ、車でもいいんですけど。車でアクセル、ビーって、ビーみたいなね。<laughs> だこれを言ってたら確かになっと面白いなと思って。で、これを、これを、まあ、誰にや、誰、誰なのかっていうと、久保さんなんですよ。久保さんは40からネットビジネス始めたんですよ。遅くないですかめちゃ遅いっすよね。 で、サラリーマンでね、40年とか30年頑張ってる人、20代からね、1社で頑張ってるわけですよね。20代から30代から。で、40だったら20年か。だから久保さんより20年先を言ってるわけですよ。20歳からサラリーマンで働いたとしますで。久保さん40からネットビジネス始めました。じゃあ、あの、もう20年サラリーマンの先輩なわけですよ。でね、久保さんは40から始めたわけなんですけど、ネットビジネス。まあ、スクーターですよ、もう。 で、3年で1億ですよね。ここ20年頑張ってるのに <laughs>、3年で1億ですかみたいな。わかりますこの感じ。だから、ほんと何を選ぶかってマジで大事だと思います。本当に。あの、一生懸命やっぱ走ってる。一生懸命は、まあ、悪いことではないと思いますよ。 一生懸命ランニングすることは別に悪いことじゃないですけど、世の中スクーターもあるし、車もあるし、飛行機もあるし、新幹線もあるし、いっぱいいろんなのあるじゃないですか。で、それがインターネットでいうインターネットのテクノロジーですよね。YouTube が出て、インスタがあって、Facebook があって、ライブができて、まあ、ありとあらゆるテクノロジー、いろんな便利なものがあるわけですよ。もう時間の、時間と距離がもう、もうなんだろう 関係なくなっちゃったわけですよ。時間が関係ないってどういうことかっていうと、あのー、ね、今僕の時間軸っていうのはこの動画で撮ってますけども、この動画っていうのは何、何 ?2 日後でも3日後でも再生される場合もあります。もしくは1年後でもね。ん、ま、あのー、えー、っと、はじめ社長か。はじめ社長が1億再生させたグミの動画があるんですけど、5年前の動画ですね。5年か4年前の動画がいきなりバズって1億回ったんですよ。 え時間軸も、ないですよね。だって5年前に労働終わってんですよ。<laughs> 4年前とか5年前に労働終わってんのに、何な,なんか4年後とかそんぐらいにまたバズって、またその動画が働いてくれてるわけじゃないですか。1億回もね。1億回も働いてくれてるわけですよ。で、なんかね、南米とかで再生されたらしいですけどね。その巨大グミのなんちゃらっていうのが。これ時間軸もなんかもう、おかしいっすよね。<laughs> 普通のサラリーマンだったら、 今月分の給料っていうのは先月働いた分が入ってくる。今月働いた分は来月入ってくる。もうそのなんか、時間、うん、労働時間自転車操業みたいな。自分の命の、自分の命の自転車操業みたいなね。自分の命の時間を切り売りして、で、もらう。また時間の切り売りして、もらう。 もう命の、これ、久保さん、いいんじゃないですかこれ、命の自転車操業って、これ、よくないですかちょっと出てきた。命の自転車操業。これ、いいんじゃないですかねこれでテーマにしよう命の自転車操業。ほとんどがね、これしてるんじゃないかなと思います。そうすると、きついっすよね。うん。だから、本当に、じゃあ、それやってたら、じゃあ、60でリストラされたらどうしますっていう話なんですよ。うん。だから、本当に、 あの、スクーターとか、車とか、今、テクノロジーありますんで、うん。だらやらないっていうのが、もう、やらなければ、ずっと時間変わんないでう,うん。だ久保さんも僕もそうですけど、動画をやった人しかわかんないですけど、あの、別に本当に寝てても遊んでても、何してても、再生されてるので。だ久保さんの YouTube のアナリティクスは見たことないですけど、多分、久保さんも、 この前旅行行ってた時も、普通に回ってただろうし、再生。再生ゼロってことでまずないですよね。てか、アカウントバンされない限り、再生ゼロが絶対ありえないですね。絶対、久保さんと僕はありえないです。再生ゼロは。で、動画の本数まあまああるんで。うん。ということは、自分が全く何もしなくても、YouTube の動画の自分が働いてくれるわけですよ。これすごいことじゃないですか。 で、これをみんな使えるのに使わないっていうね。うん。だから別に走ってもいいんですけど、<laughs> 走り続けますうん。走れ、レミオ、ロメオだったかな。別に走るの悪いことじゃないですけど、久保さん40から始めて、3年で1億稼いじゃったんですよ。で、今陰キャガーみたいな。ずっとなんか自由にやってますけど。<laughs> 20年、30年頑張って走ってもここには行けないですよ。 だから、あのー、今やっぱ、うん、せっかくこう、昔ね、例えば、戦後、戦後に生まれてたら、これはできなかったわけですよ。だから今の僕たちってめっちゃ幸せなものなんですよ。これを使えるっていう。昔なかったですから。だから僕ネットビジネス始めた時、YouTube なかったですからね。だから今の人ってめっちゃ恵まれてると思うんですよね。だから30年前とか40年前、ネットないじゃないですか。 って話で今あるんだからそれやっぱね苦手とか使えないとかそんなん言ってるともう本当に時代に取り残されちゃいますしまあ二極化というかう、まあ、本当にそのネットを使える人と使えない人の二極化が圧倒的にこれ分かれますよねうーんはい別に走ることは悪いことではないですし別にいいかもしれないんですけどそれだと まあ命の自転車操業してるときついんじゃないかなと思いますね。うん、僕と久保さんなんかは、まあ、の最後まとめますけど、まとめるっていうか最後一言言うと、僕と久保さんがたとえ死んだとしても、僕と久保さんはあのテクノロジーのおかげでずっと何か喋、うん、り続けて、誰かに影響を与え、何かの価値を提供し続けてます。死んだとしてもね、今日死んだとしても、久保さんが今日死んだとしても、 動画が、まあ何年か回るでしょうね。うん。すごくないですか死んでも働ききてるんですよ。<laughs> 死んでも働いてるっていうね。これやばいことじゃないですか。死んでもはお金稼げるんですよ。広告収入入るでしょ、ちょっとは。<laughs> すごないですか死んでも広告収入入ってくるんですよ。ヒカキンさんとかも今死んでも、死んでも広告収入いっぱいずっと入ってくる。で逆に言うと、あのー、バズるでしょうね。 ヒカキンがもういなくなったから今までの動画みんな見,見直すみたいな。<laughs> 逆に死んだ後広告収入めっちゃ上がるみたいな。よくわかんないですよね、これ。どういうことやねん、みたいなね。<laughs> う<ー>ん。これも本当にね、すごいことですから。うん。<laughs> そのすごいことが今できるので <laughs>。うーん。久保さんだからとか僕だからとかじゃなくてみんなできるんですよ。みんなスマホあればできるんですよ。うん。 ただか、億万長者合宿でも言ってましたけど、かっこ、久保さんがね、みんなちょっとかっこつけすぎっていうね。じゃ、PV ね、そのうち公開しますんで。<laughs> みんなちょっとかっこつけすぎみたいなね。なんかね、気にしすぎですよ。うん。久保さんと僕なんか全く気にしないですよね。<laughs> まあいいやまあ、き、あのー、なんだ、別に気にしてもいいんですけど、気にして、 これね、コンサル生に言ったことがあるんですけど、考えて行動が止まるんだったら考えるな。考えて行動ができるんだったらもっと考えろっていうね、コンサル生に一回言ったことがあるんですよ。これ名言なんじゃないかなと思うんですけど、考えて行動が止まるなら考えるな。考えて行動ができるんだったらもっと考えろと。うん。<laughs> なんか本末転倒じゃないですか。 でき、できなかったら。できてなかったら。まあ、今日もね、僕あの、コンサルちょっとしてたんですけど、なんか一人、ケイ君っていう子がいてるんですけど、吉谷さん、YouTube チャンネル作ったんですけど、まだ一本もアップロードできてませんって言うんですよ。で、ケイ君と、ケイ君5分も10分もなかったのみたいな。なんか忙しくてできませんでしたとか言ってたんで、ほざいてたんで、<laughs> いや、5分、 なかったのえ、10分なかったのみたいな。5分10分ないんすかみたいな。で、その5分と10分で撮れる動画の撮り方も僕教えてた、教えてるわけですよ、前にも。でもまた言いましたけど。え、5分10分、睡眠時間削ってなんか悪影響体にあるんすかみたいな。<laughs> たとえね、じゃあ時間なかったとしてもね。じゃ睡眠時間はあるわけですよね。 毎日寝てませんっていうほど時間がないってことはないと思うんで、ね。あの、絶対寝てるんですよ。まあ、3時間でも2時間でも寝てるじゃないですか。ね。じゃあ、その3時間の10分ね。まあ、本当に忙しくて3時間しか寝てませんってなったとしても、じゃあ、10分。いや、5分でいいです。これ何分だちょっとすみません。これ何12分になっちゃったな。何分になっちゃったけど。<laughs> で12分ね。じゃあ、3時間の睡眠の12分削っても、そんなに影響出ないですよ、多分。 多分あんまり影響出ない <laughs>。多分ね、ケイ君ね、5、6時間は寝てんじゃないかなと思うんですよ。毎日3時間睡眠ではないと思うんで。であるならば、だいたいなんか人って3時間ぐらい寝ればいけるみたいなんで。そう。まあいいや。まあとりあえずやれってことですね。いってらっしゃい。